焦って電話に出てしまったジャック・バウアーのモノマネ。プルプルピルバウアー。皆さんこんにちは、カズタカの朗読、読み手のカズタカです。チームナックスファン、戸次重幸さんのファン、小残念が仮面ライダーベイル・デストリームの変身ベルトをレビューするという動画です。前回は仮面ライダーベイル・デストリームの変身ベルトに、ヘラクレスバイスタンプとカブトバイスタンプを使って、変身遊びをしてみたという動画でした。今回はですね、こちらの3種類のバイスタンプ、コモドドラゴンバイスタンプ、クロコダイルバイスタンプ、コングバイスタンプ、この3つとも劇中で戸次重幸さん演じる五十嵐元太が使用していたバイスタンプです。このバイスタンプたちを使って変身遊びとか、フォームチェンジになるゲノミクスチェンジ遊びとかをしていきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。まずはクロコダイルバイスタンプでフォームチェンジしていきます。ゲノミクスチェンジっていうんですけど、方法はまずアーマーを押し込んで、それからスタンプを押すですね。これによって、このネオバーストによって腕にクロコダイルの黒い尻尾が生えてくるっていうチェンジです。こんな感じですね。右腕にクロコダイルの尻尾みたいなのが生えて、これがなんか劇中で自由に伸びて、で背中の、6本の触覚足、カブトムシの足、これも伸びて攻撃してくるっていうことをしてましたね。すごい格闘能力に特化したゲノミクスチェンジなんですかね。次はコモドドラゴンバイスタンプ。今炎を出してます。ボー、コモドドラゴンバイスタンプでゲノミクスチェンジをすると、腕からコモドドラゴンの顔が出てきて、それで火炎放射を出して一気に焼き尽くすっていう必殺技です。こんな感じですね。腕に竜、もう竜ですね、コモドドラゴンだからもう竜か、竜の頭がついて、火炎放射で、辺りを焼き尽くす、全てを焼き尽くして攻撃する。次はねコングバイスタンプでゲノミクスチェンジをしていきます。あ、手順がこっちを押してからか。コングネオバースト、これによって両腕にコングのアームがついて、あれは確かね、仮面ライダーリバイスのあのバイスのコングフォーム、コングのフォームの腕がつくはずなんですよね。なんかこんな感じなんですよね。こうナックル、巨大なナックルが出てきて、それでクリムゾンベイルともう殴り合いの戦いをしていましたね。コングバイスタンプであの殴り合いの戦いがあれがあったからこそ、あのクリムゾンベイルとのそういうね、拳と拳を勝ち合わせる戦い、このコングバイスタンプであの腕の武装があったからこそ、劇中ではあそこまであの感動の渦に巻いたあのデストリームとベイルの戦いがね、描かれたんだろうなって。でそこでですね、あのママさんソロの歌があのバックで流れたからこそ、ねえ、五十嵐元太とベイルのその最後の戦いがものすごく盛り上がっていったんだろうなっていうふうに思います。
別に泣いてねえよ。泣いてってね、今ですね、ゲノミクスチェンジ遊びということで、クロコダイルバイスタンプと、コモドドラゴンバイスタンプ、そしてコングバイスタンプ、この3種類の動物の遺伝子を、今このデストリームドライバーの中に蓄えている状態です。で、なんかこのデストリームドライバーは、このバイスタンプのパワーを最大4つまでこの中に溜め込んで、そして一気にそのパワーを放出して必殺技にするっていう、確か劇中では仮面ライダーオーバーデモンズがやってましたね、フルゲノミクス状態、それをこの仮面ライダーデストリームでもできるっていう、今この3種類がここに詰まっているんで、もう一つバイスタンプを使えば最大4つのフルゲノミクスチェンジができるっていうわけです。というわけで仮面ライダーベイリーに使っていたカブトバイスタンプ、こいつもちょっとやってみたいと思います。ネクストだ。今カブトバイスタンプを押印することによって、このデストリームドライバーの中には、クロコダイル、コモドドラゴン、コング、カブト、この4つの生物、4つのバイスタンプのパワーを今蓄えることができました。で、これを、フル放出するフルゲノミクスやってみましょう。アーマーパーツを1,2,3ってやるって確か説明書に書いてあったので、なんかすごいことになっちゃったぞ。井の頭五郎風に言うと、なんだかすごいことになっちゃったぞっていう感じです。仮面ライダーオーバーデモンズのフルゲノミクスだったら、コンドルの翼に、なんだっけ、アノマロカリスの尻尾で、バッタの長い足と、腕は何やったか。あ、腕がアノマロカリスの腕。で、尻尾はスコーピオン、サソリの尻尾っていう、すごいまがまがしい姿に なるという、ね、やつが劇中でありました。今の場合だったらどうなるんやろ、腕にこっちコモドドラゴン、こっちクロコダイルの尻尾で、でもコングも腕やから、コングは足かな、足がちょっとごつくなって、で、カブトは、これが仮面ライダーベイルの、カブト。カブトムシがこうくっついてアーマーみたいで、翼がこう生えているから、なんかコモドドラゴンとかぶっちゃうけど、こう肩アーマーがこう来て、こうフルゲノミクスチェンジになるんでしょうか。ただしこのフルゲノミクスっていうのは変身者にものすごい負担をかけてしまうっていう風に言われているから、それをやってしまったらパパさん、パパさん大丈夫かなって心配になってきます。いい男ってのはな、どんな時でも自分を許せる男だぞ。おお、そうか、どんな状況になっても、どんな状態であっても重すぎるぜパパさん。あらあらじゃねえよもういいところでもさすがミスター残念。一応パパさんが劇中で使ってたバイスタンプ全部押印してみましょう。緑色のワニさんがサクリファイス、実験台にされた。じゃあコモドバイスタンプ、コモドドラゴンバイスタンプ。
ああ、コモドドラゴンも実験台になってしまった。コモドドラゴンは尻尾が、この尻尾がオオトカゲっていう感じがあって、可愛いっていう感じがしますね。さあ、コング、君も実験台になってもらうよ。ありがとうコング、君のことは忘れない。まあ一応必殺音声は一緒なんですけどね。まあせっかくなんでやっておきましょう。クロコダイルの必殺技ベイリングインパクト、今のはデストリームだったらここにワニの尻尾がそんでブン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 なるから、ベイルドライバーだったらもう両手からなんか出てきてこうブン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 回すのかなっていう風に想像してやりました。はい、それじゃあコモドドラゴンバイスタンプ。コモドドラゴンのベイリングインパクトはデストリームではコモドドラゴンの顔がこう出てくるから、それでもう大量にこう火炎放射をわーっとシンゴジラみたいにもう都内すべてを焼き尽くすようなイメージでやりました。さあコング、君もやってみよう。あ、間違えた、変身しちゃった、変身してしまった。ここ、上にドンって押すと、変身になっちゃうんだね。はい。仕切り直し。イメージは、なんだろう。もう、コングです。ベイルドライバーとかって、スタンプをして、押印して、ここに戻すときに、うっかりこの、上のスイッチ押しちゃったりとかすると、ここでこっち、変身音が鳴ってるときに、こっちでスタンプ音が鳴ったりとか、っていうね、アクシデントみたいなものもあって、まあ、それもそれで面白いんじゃないかな。ね、ほらね、悪魔も笑ってくれたことですし。はい、というわけで今回は3つのバイスタンプを使って変身ベルトの変身遊びで、なんか応用編みたいな感じの遊びをレビューしていきました。やってて楽しかった。皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけたらこれ幸いです。ただこのベイルドライバー、デストリームドライバー、まだまだこれだけではないんですよね。動画内でも、いくつか流しましたけど、津田健次郎さん演じるベイルのセリフが収録されていて、さらにデストリームドライバー状態では、戸次重幸さん演じる五十嵐元太のセリフも、もっとたくさん収録されています。それらをですね、まあ次回は今度ってなんだ次回は紹介させていただいたり、あとですね、このバイスタンプっていうのは単体でもいろんな遊びができるし、このバイスタンプの音声をフルに発揮することができる変身ベルトがあるんですよね。それがこちらなんです。テレテテレテテン。これは仮面ライダーリバイスの主人公、五十嵐一騎が使っている変身ベルト、デラックスリバイスドライバー。これがね、もう本当の仮面ライダーリバイスの主人公が使っている変身ベルトです。これは普通に、おもちゃ屋さんで売ってます。プレ版限定とかではありません。家電量販店でこの間もうギーツが始まっちゃったから、もう激安売りしているのを見つけて購入しました。このバイスタンプたちの音声をフルで楽しめるアイテムっていうのが
やっぱりこのリバイスドライバーらしいので、このリバイスドライバーに、パパさんのヘラクレスバイスタンプやカブトバイスタンプとかそういうのを押印しまくって、どういう音声が流れるのか、次回はですねそちらもやってみたいと思います。だから次の課題は、セリフを聞くのと、リバイスドライバーでバイスタンプの音声確認というわけですね。じゃあ次回はそんな感じでいきたいと思います。それではまたぜひ見てやってください。カズタカの朗読、読み手のカズタカでした。さようなら。